車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。今回の動画はトヨタカローラクロス ZE4 の高速道路での様子をお届け。最後まで見てもらうと山陽道で時速100キロの走行イメージがわかる動画となっております。高速走行時の乗り心地や操作性、走行モードなどを紹介。この車をシリーズでお届けしております。車買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。このチャンネルでは調べてみたい車を所有しながらコンテンツにしております。普通の新車好きのおっさんが日常で使用して気づいたことをお伝えしております。パンフレットや雑誌に載っていない情報を実際に載ってお届け。この動画がためになった、面白かったと思ったら高評価、そして今後も見てみたいなと思いましたらチャンネル登録して通知ボタンを押して次回の動画もお待ちください。もちろんコメントも見ておりますので書いてみてくださいね。カローラから生まれた SUV カローラクロスはどのように感じるでしょうか。では時速100キロ高速走行の動画です。今から山陽道の方に向かっていきます。よろしくお願いします。さあ早速ですけども、料金所の手前 ETC を入って速度を20キロまで落としてから踏んでみたいと思います。せっかくなのでドライブモードパワーの状態で行きたいと思います。さあ20まで落とします。260円です。どう？意外と滑らかな発進。9、10、はい、100行きました。今100です。それまでの間にだいたい今5000回転までは上がったかなというふうな感じです。序盤、モーターの介入があった上で、後半はエンジンのトルクを使いながら伸びていくような感じの、進み方かなと思いました。まあ若干ね、やっぱりその辺、やっぱ数字通りの馬力とトルクの出方なのかなというふうに思いましたが、通常時に乗ってる時の感覚で言うと意外と、パワーがあるような感じです。ベゼルと比べる方が大勢おられると思うんですけども、走行的な部分の差で言うとアクセルの部分での感覚っていうのはどちらかというとカローラクロスは、踏みながら回していくような感じになるんですけども、逆に、ベゼルについてはちょん踏みしながらでも速度は合わせやすくなっています。それは多分各メーカーのハイブリッドシステムの介入の仕方や考え方の差がそこに出てるのかなと思います。さあ今ここ速度を100に合わせながら少し坂道の方ですが、合わせていきましょう。まあ無段階変速、まあ俗に言う CVT ですけど、今踏んだ時の回転数の上がり方とポンって落ちる時の見え方、今タコメーター見てたんですけど、一気に速く、回転数がポンって落ちたような感じに、なりました、ね、今だいたい2000回転を維持しながら100キロを走行している状態です。で今 EV だけになったりとか、ちょっと思ったより頻繁に動力が移行していってますね。まあ、結構さっき60、80走っていて安定感については、まあ、それなりに、余裕のある感じで走れてるんですけど、100キロ今現時点、1500回転で100キロ維持できている状態ですね。今水平になったあたりですね。で今エンジン中心で、走っております。速度が高い状態であったとしても、エンジン回転についてはできる限り回転数が上がらない状態を目指してるんでしょうね。1500回転ですね、今。結構雨降ってきた。回転数の2000回転時の平均燃費はだいたい16ぐらい
になってるんですね、瞬間で旋回という付近で今若干の上りになってます。今 EV 走行なので平均燃費に伸びております。最大値がこの、カローラクロスの場合瞬間燃費系の最大値50となっております。この50の設定ってトヨタやからやってるんやろうな。さあ今 EV80 から90の間では EV を維持しながら運転しております。まあ後ほどね、この後三木のサービスエリアから辰野西の、サービスエリアまで時速100キロ出せる場所で燃費走行を行う予定でございます。さあ今右の方からパトカーさんが追い抜いて聞いてますね。今ここ一応100キロ出せる場所なので、法定速度内なのでビビる必要はございません。この後のインターチェンジ入った後山陽道になります。そこから少しフラットな場所があるので、そこでまた操作感を確認します。で、燃費走行の時にはアダプティブクルーズコントロールを使用しながらお伝えします。で、アダプティブクルーズコントロールについて気になる方はそちらの動画をお待ちください。さあ左にカーブ、今60キロぐらいで進入した状態で入ってます。意外とさっき曲がってた時より角度が浅めやったせいか結構フラットに維持してくれましたね。で、やっぱり高速域で E4 の恩恵を受けれるかというとそれはちょっと疑問符はつくかなと思います。あのね、街乗り走行してる時とか、要は低速域で運転するストップアンドゴーの多い場所では少しこう後輪のアシストが入ることによって動き出しがすごくリニアになるなって感覚は何度かあったんですけども、高速域の場合はその辺の介入っていうのは特にないので 2WD の人であったとしても、全然満足できるかなとは思います。確かね、 FF の方はマルチリンク式の、後ろがサスペンションなんですけど、これの 4WD は W ウィッシュボーンとちょっとサスペンションの取り付けが、違う形になっております。で、あと乗り心地の部分でこの速度域で走ってると思うのは小震いするような揺れ等は全然ないんですけど、今みたいな段差越えた時も綺麗に音だけ入ってくるような感じです。車内に響く振動で考えると運転席側では全然意識するような、振動ではございません。で、タイヤが確か17インチやったかな、その辺も寄与してるかもしれません。今上り坂を少し踏んでいってます。今3000回転まで回しながら90キロで追い越し車線で入って、今4000回転まで今行って100キロという形で進んでおります。前方の車についていっている状態です。今坂道で追い抜かそうとしてもまあそれなりにパッと前方の車にはついていけるような感じです。ちなみに今は、パワーのモードで走っております。やっぱパワーのモードで走るとそのあたり、運転の、リニア感というか操作感がダイレクトになってくるので運転しやすいのかなと思います。で、今車線移動してみました。今ちょっとハンドル切り気味に入りましたが、すんなりなんかおっとっとってなることはありません。ただでもちょっとね、そこら辺のビシッと入る動きが好きな人はちょっと頼んないかなと思う人はおるかもしれません。でもね、総じて言うとやっぱカローラクロス、これほんま基準になる SUV を作ったんだなっていうふうには思います。
あと乗り工事の部分とか操作感については一度ラブ4のシリーズ、乗って、いろいろ検証したこともあるんですけども、もしその辺の動画もよかったら見てみてほしいんですが、乗り心地じゃないな、操作感っていう意味で言うと結構ラブ4に近いです。ってことはラブ4に乗るとちょっと大きいかなと思ったりするような方についてはカローラクロスは検討の余地ありかなと思います。でラブ4よりは車体は、少し小さく、そして軽いということもあって幅感やったりも掴みやすいんじゃないかなと思います。もちろんね、僕のこのカローラクロスの理想で言うと、あのダイナミックフォースエンジンの、パワートレインが積んだカローラクロスが出ると一番多分いい車になっていくんじゃないかなって勝手に思ってます。で海外の方ではね、 GR シリーズのカローラクロスの登場もあり、で海外だけでやったっけな、2リッターのモデルがあったりとか、これをぜひね日本で展開もしてほしいなと思います。今最後の坂道に入っております。今まとめていろいろ話させていただいております。当番に行ったらちょっと今踏んでいきましょう。今4500回転で、100キロちょっと出たところで維持しております。でエンジンの介入が、結構強く入っておりました。でもやっぱ坂道多いところで走るのはパワーの方、パワーモードがいいんやろうな。今みたいな急に前が空いた時にパーってスピード出したかったらやっぱり反応はいいですね。理想で言ったらね、ちょっとパドルが欲しい、変速機能がついてるとちょっとありがたいかな。カローラクロスで PHV 出すのもちょっと面白いんじゃないかなって思います。電動だけでね、40キロだけでも走ってくれるような形で出してくれたらね、それもまた売れると思うんですよね。はい、ミキのサービスエリア到着でございます。バックモニターが見やすい。はい、到着です。まあほんままとまってる、すごい使いやすい。よいしょ。このような感じでカローラクロスのことをお伝えしていくような形で今現在シリーズ化していきながら約20本ほどの動画に仕上げていくつもりなので、よかったらチャンネル登録して新しい動画もまた、お待ちいただけたらと思います。はい、以上となります。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんでした。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんの新しい相棒が見つかることを願っております。ではバイバイ。